こんにちは、つよぽんです。今日のつよぽんトピックは、世界遺産に2007年に登録されている島根県大田市の石見銀山がなんで人気が落ちちゃったんだろうというね、観光地の盛衰というところからお話スタートしてみたいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、人気が落ちてしまったんだよねという記事なんですけれども、この石見銀山は実は僕行ってみたいなと思ってはいるんですよね。ただとっても遠いですよ。山陰のほとんどもう本州の端っこという感じで、でどれぐらい減っているかっていうことなんですけれども、世界遺産に登録された翌年は市の推計で81万人、それが、どんどん減っていって、昨年は半分以下の31万人になっちゃったということですね。登録前の水準に戻ったということです。はい。そうですね。世界遺産になると、まあ観光客ってどっと増えますよね。僕もですね、富士山が世界、あれは文化遺産だっけ？登録されてから富士山行ってないですもんね。富士山は僕8回ぐらい登っているんですよ。しかもそれ全て弾丸で。で、最後に登った時でさえも、もう山頂付近ってなんか渋谷のように人がいるっつーか。で、世界文化遺産になったら、ますます人が来て弾丸やめろみたいな、そんな感じだともうちょっと行かないよねという空気に自分の中ではなってるんですけれども、この石見銀山に関して言えば、そうした圧倒的に風景がいいとかいう感じよりも、もともとこれ銀山だったわけですから産業遺産っていう感じなんでしょうかね。ただまあ観光業に従事している人たちにとっては死活問題だよねということでしょうか。はい。で改めてこの石見銀山、そこに行くと何が見れるのかということなんですけれども、寸劇で見る鉱山町の暮らし、寸劇が見れるらしいっす。はい、あんまり見たい気がしないですけど、まあ見れるそうです。あと、石見銀山の VR バーチャルリアリティ、つまりこの大久保マブ、いわゆる銀山の構内を歩くと2時間以上かかるけれども、この VR で体験することがいますよと。はい、最新テクノロジーを導入しているということですけれども、どうですかね、これって東京で見れたら嬉しいけど、現地で見ても嬉しいのかなという感じもしますけれども、で実際に81万人来てて、それがまあ登録前の水準に戻ったというはどうですかね。やはりまあリピーター率が低いというのは言えてるのかもしれないですよね。リピーター率すなわち満足度ということになりますから、一番リピーター率の高いアミューズメントパークディズニーランドのリピーター率は 96% とか、確かそれくらいの数字を聞いたことがあります。常にね、新しいことをリニューアルしていて、いつまでも完成しないという戦略っていうんですかね。はい、まあ、もちろんそうした観光地とはいえ遊園地ではないので、ただ
その銀山自体には興味ないけれども世界遺産だから行ってみようというふうにですね、ブラッと来た人が、うわーすごいいいわーと言って、ね、世界から注目を集める観光地になっちゃったわけですから来たんだけれども、楽しかったかどうかというところで見てみると、石見銀山、まあ、どんなところかと、地味なね感じですよね。はい。そしてそれがそのまま古というほど古くもないのかもしれませんが、歴史ある町並みがそっくりそのまま残っていますよということで、いろんな口コミがあるようです。静かな町並み、レンタサイクル便利、予習が必要、そうですね、ある程度下地になる知識があった方が楽しいようなところ、ただの穴くぐりではないと、はい、そうした鉱山ですからね、産業遺産という健脚な傾き、行動そのものよりそこまでが楽しめました。高齢者には不親切、足の悪い人は行かない方がいい、様々ですね。満足度的に見ると、まあ、こういう口コミってどこまでね正しいか正確な数字が出てるか分かんないですけれども、これではとても良いと、良いが8割だから満足してるようなね感じがしますけれども、別なところで見てみるととても良いと良いが過半数ですから、決して満足度が高いとは言えないですよね。でこれは二度と行かないぞと、許されない姿勢だと怒ってる人もいますね。これ真面目にちょっと読ませていただいたんですけれども、えらい体力を要するんだよね、車を使わなければとかね、で不快な思いをして帰ってきたという感じです。はい。まあだからそうですね、こう僕が見た中で考えてみると、とにかくえらい勢いで歩かされる、で休憩する場所がろくすっぽない、とにかく疲れる、もう二度と来るかという人が結構いるだなという感じなんでしょうか。はい。まあそもそも島根県って人口だって確か日本で2番目に少ない、人口密度だってえらい低いところですから、まあしかももともと銀山で鉱山でしょ、そうしたところに行くんだったら相当覚悟して行った方がいい気もしますけれども、さらに言えば、島根県は出雲大社あるし、もし僕が旅行でも行くかと思ったら出雲大社は外さないかなっていうね、島根県だったらねと思うんですよね。はい。ということで、今日のつよぽんトピックは、なんで人気が落ちちゃったんだろうという石見銀山なんですけれども、はい、僕は興味ありますということで、最後までご視聴ありがとうございました。つよぽんでした。バイバイ。